ドロホラ州事件の余波がここディスコンバレーにも広がり、ダンス産業は崩壊しつつあります。エミリー、今週はどうだった？あんた、例の化け物ダンサーでしょ。あんたのせいで人生台無しなんだよ。どうしてくれんのよ。ねえ、責任取ってよ。ちょっと待ちなさいよ。来るな、疫病神が。この町から出てってよ。あんたが死ねばよかったんだ、エミリー。特に何も、家族も仲間もダンスもない私は何なんですかね。ねえ、あんた、ダンス好き？うちでよければ来な。二度と踊らないって決めたの。他に当てがあるの？どうせあんたもからかってんでしょ。俺は元保安官だ。脅威が迫ってる。踊ると自分の中の怒りや憎しみが増幅するの。そんなのダンスじゃない。ダンスってのは自由そのものよ。ベン、生きてたの？あなたは一体？あんたの力が必要なんだ。私は誰も傷つけたくない。あの子はもう戦わなくていいの。お前、もしかして。あなたは負け犬なんかじゃない。誰から預かったの？もしものことがあったらって。ずっと探してた。エミリー、あなたは化け物じゃない。特別だの。人と違う人生なら人にできないことをすればいい。まったく馬鹿げたダンスショーだ。行くぞ。お前のダンスを楽しめ。怒りとか憎しみじゃ決してかなわない。とてつもなく素晴らしい力が確かにあるの。同じ道なんてないから、普通でいるなんてできっこない。これが私の人生。自分らしく生きる権利は誰も奪えやしないでしょ。奇跡が起きるぞ。人は這いつくばったり路地裏でしゃがみ込む生き物じゃない。立ち上がる生き物だ。何度でも。このステージで証明してみせる。これで終わりじゃない。これからが始まりだ。